はい、どれぐらい経過したかな、わかんない。昨日の夜のうちにあそこがこう踏めたんで通路作っといたんですよね。すごいタイミング。はい、でよいしょ、こんな感じで今のとこ、ここは穴だった、よいしょ。なんかやっぱり冬用のテントじゃないから上が空いてたりするんで、まあお昼間ですね。あと風の問題ですね、多分ね。風が吹いた時に飛ばされない、ペグが雪で刺さんないから、どうしたかというと、土を段ボールに入れてたんで、重しで土を持ってきました。あれ、こっちだ、土、段ボールに入ってるのは土です。あとはペットボトルを敷いて、部屋の中はこんな感じ。夏用だからさ、ここら辺薄いわけですよ、薄いわけですけども、まあとりあえず、あと風の時に、吹っ飛んでいかないように、風の時にこれを取って、そこの真ん中のところを外せば倒れたんで、それで上になんか重しをして飛ばされないようにしようかなと思ってます。いや、とりあえずちょっと反対側ですけど入るだけ入ってみます。あとはもうちょっとそこの辺の足のところをちゃんと雪で固めて、あれだって雪ギリギリまで、ここじゃなくて向こう他のところから持ってきて動かないようにしようかなと思ってます。でもそこまでやるとちょっとカメラさん的にずっと外に置いてたんでどうかなと思うので、じゃあ中入ってみますか。ちょっと撮ってみるか。はい、ハンディにしました。よっしゃ、気持ちいい。風ですね、問題はね。はい、テントは風だと思います。ちょっと入ってみたいと思います。よっ、ちょっと見えないとあれなんで、こっち側にしてます。その近く、上、この上さ、人が通るからさ、通るけどさ、何も反応しないもんね。面白いね。よ、興味がないというか、マスクしてるとね、思考能力がなくなっていくからね。あ、どうしてしまうんだ、ここ。まあ、とりあえず、なんかこんな感じです。ここ開くの？あ、開くのか、あ、開くけど、そうそう、テントのこの外のシートを、本当は、スペース開けるんだけど、夏じゃないから、ぴったりしちゃったからね。はい。お、久しぶり、テント。いいじゃないですか。めっちゃくちゃ。はい。なので、ペットボトルを、非常用のをあるので、脇に、やりましょうかね。気持ちいいですね。なんか全部、この、土とかも、倉庫っていうか、そこに置いといたの。よくできてるよね。昨日のうちにだって通路も作ったしね。あれ、通路なかったらこの重いやつを持って、こう、右足、左足ってできなかったですからね。はい、あ、凍ってますね。凍ってるやつ。あ、でも凍ってくれると重くなるのかな。あとは、あれだね。テント待ち。テント待ちですわ。よっ。ちょっと。はい、ご心配いただきましたがね、投資することはそこまでバカじゃないので、はい。まあ、テントにいて投資するのと、ワクチン打って遺伝子組み換わっていくのと同じようなもんじゃないですかね。どっちの方が危険かって言ったら、ワクチンの方が危険ですよね。どう考えても。よいしょ。はい、水もあとまだあるから、持ってきて、とにかく飛ばされないようにだけしたいと思います。はい、土、さすがに他の土持ってこなかった、重かったな、3つだけ。はい、ということで、ここから見る景色はこんな感じですね。
なんて言ったってさ、土って、まあ、雪でも土なんで、アーシングって言って、あの地球と一体になれるわけですよ。はい、そういうことを分かってる人にとってはめちゃくちゃすごいねってことなんだけど、あー気持ちいい。風さんの時だけね、風さんの時はポールを止めてあるところ外して倒して、この砂を上に置くという感じです。はい、ということで本日からネイチャー稽古でいきたいと思います。楽しい、ど田舎生活最高ということで、皆さんもごきげんよう。なんか日本全国なんか警報かなんかだけど、脅かし、ほとんど脅かしだし、その関係でなんとかって政府が発表してますけど、本物ってちゃんと予兆とかがあるんで、いきなりドカンね、直下型ってさ、いい言葉使ってるけど、人口だから直下型でしょっていうところで、そこら辺も詳しくご自分でお調べください。というところで、ネイチャー稽古でした。ありがとうございます。